Luis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. クソ、ルイスがふざけんな。なんで迎えに行かなきゃいけねえんだ。というわけで、皆さんこんにちは、ミガミックスです。バイオハザード RE4 チャプター9舞踏場へ向かっていきましょう。この部屋にアイテムは他にこれか。これ戻れる？こっから入ってきたんだっけ？あれ、そうだよね。まあ戻ってもっていうのはあるので先へ進みますか。こっちか。庭か。金金金、ベルベットブルーハンドガン。庭なんかめんどくさそうだな。こっちには行けなくて、箱があったな。あ、カラスがいる。いいや。で、箱があって、お、強化手榴弾。マジか、すげえいいの手に入れちった。上行けんな。あ、これレバーを下ろすのか。ガッチャ貼った貼った。3つやれってこと？これ上からなんか狙えないかな、狙撃できないかな。なんか絶対出てくるよね、アシュリーが。なんかもうこういうところでさ、このままずっと待機させときたいんだけど、ちょついてこなくていいからさ。で、多分ついてくるよね。ついてくるんだよね。で、ちょっと箱が見えたんで、これを回収しつつ、スピネル OK。構えながら行った方がいいか。上、あれ、ここから来たのか。だからで、ここに箱があって、マップ覚えないとね。え、音がした、なんかの。右と左、あ、いる。あ、犬はそんなに強くない。2発で仕留められんな。シュリーかな、マジで。食らうと厄介だからね。さあ、道がさっぱりわからんよ。歩いていこう。ちょっと走ってるといきなり遭遇しそうだからな。視界も良くないし。箱、金、最近金が多いな。まあ金は金でいいんだけど、やっぱり弾薬とかが欲しいよね。金、まあ、チリツモなんだろう。お、救急スプレーはマジでありがたい。てか道がマジわかんねえ。どう行けばいいんだ。あ、ここなんか先にびっくりマークがあるけど、あれ、どういうこと。あ、上ってことか。じゃあ違うんだな。多分こう来てだから、こっちの方、あ、ちげちげちげ。道がマジでわからない。こっちか。構えてこう。クリアリング。全然普段クリアリングしないけどね。箱。一応安全を確保しつつ。強化手榴弾。え、これ絶対やばいでしょ。ほら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 、しかも、いや、これ覚醒するとマジで厄介。え、まだ生きてる。なんかやるしかない。とどめさそう。ナイフを使ってでも。ふう、さあ、そして
先行はもうないんだよね。強化手榴弾、あ、先行1個ある。あ、こっちが違う、普通の手榴弾か。まあ、まだ来てるか。やばい、普通の、うん、見えたぞ今。なんかいるよね。当たってる。どけ。やばい、マジでたまねえ。これどこだ、中入っちゃっていいか。お、アイテム、アイテム、チェス、ベルベット。わし、お前なんつうなとこにいんだよ。もっとちゃんとついてこい。あ、あそこ上だな。いや、なんか出てきそうで怖いんですけど。これ登ってる間って、だってアシュリー登ってきてくんないでしょ。まあでもガチャってやるのはすぐ終わるけど。で、2つ目。あ、上からなんか毎回言う。ああ、いる。これここ開けたら来るか。やつはよじ登ってくかな。で、相手どうする。こっちにいたよね。いや、分からん。やってる。アシュリー何をする。ただアシュリーが身代わりになってくれたかな。よし、ハンドガン。箱。おお、なんかいっぱい手に入れた。最近ちょっといろいろくれるな。なんかアタッシュケースとかね、その赤いハーブが出やすくよ、出やすくなる。ちょ、待って、どこ。しかもマジでいきなり出てくるな。てか黄色ハーブ絶対逃してるよね。もう最近全然手に入れてないもん。体力半分くらいしかないから、半分っていうかまだ45分のところまでは伸びるからね、多分。最悪、このショットガンねえし。これはあれをやるべきだったな。もう手榴弾で一気に。もう一匹何、あれ3匹いなかった。あれ大丈夫、なんかあれなんかなんか死んでったんだけど。あ、先行手榴弾ありがとう。あれ、どうする。アイテムだけか。なんかすげえ罠っぽいけど。あ、こんなところに。ちょっと待って、どういうこと。はもしかしてアシュリーにやらせるってこと。どこ行った。あ、倒したか。指示。Okay. 超嫌な役なんだけど。ん？それでどうなった？ここに行けるようになったってこと？ Be careful. いや、お前が気をつけろよ。マジでさ、これ下降りちゃってもしょうがないよね。え？あ、ここ？あ、ここにあるのか。で、3つ。てか、アシュリーが心配。おい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 、やっぱり来たよ。なんでお前いるんだよ、こんなわけのわかんねえところに。消えろ。ちょい、ヘルめちゃくちゃ変な、これ耐久力が。どこ、ちょっとマジでどこだ。
許さん。お前ら。他、他、一応声はするけど、どっから来たっけ俺。こう来て、ここで、あ、ここか。あそこに箱が2つあんな。あれ取りて。最悪、またいっぱい出てきたよ。投げるか。ちょっと聞いてないよこいつ塔が今当たっちゃったもんな。いってもう先にこれを使うか。しぶとすぎだろう。回収したい。でも、あ、でもそれなりに倒してるか。でもまだいる。いやもうマイナスだ。収支がマイナスです。あれ取りたい。ちょっとこっちから行くか。回収しに行こう。多少の危険を犯してでも。アイテム2つはでかいからな。金、いて、金だけ買いって思ったら、こいつはナイフで倒そう。倒した、あ、倒したね。鎖蛇。あ、ここにも。あるじゃん。いいね、いいね。あ、いっぱいある、いっぱいある。ハンドガン。15個。来てよかった。1ダメージ食らってしまったけど、収穫としてはプラス。ただ、ナイフがやばい。とっとと先へ行こう。お、安心の武器や。やった、ショットガン。こっちはハンドガン。弾を撃ってほしいんだよな。あとなんかある。改造はさらなる高みへ。工作機械が手に入ったらえぐい改造ができる。手間賃はいただきますということで。あれ、これはメダリオン破壊4、スピネル5、大廊下。あれ、これどあっち奥行けんの。あれ、奥も行けんな。え、どっち行けんの。多分奥に行ってここの扉を開けるっていう感じかな。改造、あー、5段階まで行ける。たっけ、2枚もすんの。修理、あ、そっか、先にあれ作る。限定仕様、攻撃速度 1.5 倍。すべての項目を改造済みにする。あ、限定仕様がいけるようになってる。威力 1.5 倍、威力 1.5 倍、連射速度2倍、威力 1.5 倍。マグナムの威力 1.5 倍ってやばいよね。とはいえどんだけ金がかかんのっていう話ではある。これ売却専用で売るか。ベルベットもまんちゃって、ガチャ。ああ、あれ、何これ。ああ、サイズアップか。36,000円。これはもう最優先だマジで。素材エルがまだあるからね。ボディアーマーも欲しいんだよな。トレード的には3個しかないから、まあ、ほぼできないんだけど。くぼみのある仮面、古城の宝かトレジャー、すべてアタッシュケース、レザー。あ、これ何、マチルダ。3点バーストキャノンでもな、ちょっと微妙なんだよな。あ、特殊改造チケットってあれか。まあ、30個使うけど、まあ、確かにいつでも限定使用にできるよっていう代物か。ガンパウダー10個。まあ、ストックはいいや。金のためにこれを取っておくっていうのはありだけど、やっぱ金以外でもやっぱね、こういうのも欲しいよな。悩みどころだ。サイズアップしてる、やった。 ここの1マス分が空いてる。それはかなりありがたいな。ああ、これ小さな鍵ではないでしょ、どう考えても。ステックロース。OK。なんか押しちゃうんだよね。あれ、でどっから来た俺。あ、そう、こっから来て、あれ、こっちに行けんの。いや、行けてしまうな。先に
大広間みたい。あれこっちも行けんじゃん。行けないか。あ、行けないわ。No good. こういうところにちゃんとアイテムを回収していく。階段の上。何？あ、首はめろってことね。首を集めてくださいと。まあ、メダリオンはとりあえず全部乗ってるから。あれ、ここにもあんじゃん。取れるもんは取っておくか。あ、あそこね、気づかん。スピネル5個は貴重だからな。あー、でも確かに宝の地図があればここ乗っかるかな。買っておくか。買っておくってか、トレードしてみよう。どうなってる？あれ、ここにもあるよ、トレジャー。うーん、ここら辺もやっぱ取り逃してるってことだな。あれ、これ何？あ、これ あそこに行けるってこと。多分射撃場だな。あ、そうだね、射撃場はちょっと例によってまた後でやりますか。多分なんかね、あると便利なアイテムは手に入ると思うんだけど。なんかストラップみたいなのつけられるんだよね。そのストラップみたいなのがなんか特殊効果があって、あると便利。なんか書いてある。サラでアンデレアス越見の間。読めんのか、さすがエージェント。え、何これ、すげえ超豪華。お、なんかあれよ。 You don't get car sick or anything, do you? You're about to find out.なんかどっか行っちゃったんだけど。 I think we made it. これどういう原理で動いてんの？電気？まあ、これこのろうそくとかすごいよね。永久期間。あ、こっち大廊下。いけない。血とかはない。え、なんだなんだなんだ、どっからどう来たんだ、なんでここにタイプライター。あ、もしかして書斗か、これ。あ、ここに来たのか。なるほど、これだけなんか回収しときたいな。チャッチャッチャって、あれ、越見の間。うん、なんだ、どういうことだ。貯蔵庫、トレジャー、金金。これは多分敵倒して取ってないやつじゃない。永遠に残ってんのかな。道が分からん。ここに繋がっていた。まあそうだね、最悪。しかもなんかあいついるし。ボーン、やっと先にぶっ倒す必要があるな。ちょっと強化手榴弾投げよう。ほら、はっ、なんか、なんあった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 あ、うぜ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 。ほら、で、蹴る。まだ生きてるか、お前。いや、行って行って行って。いや、もう最悪。先行手榴弾もないから、やっぱ投げちゃう一個。うわ、邪魔くせえ。たまねえ。いった
蛇も食おう。おお、めちゃくちゃ食う蛇。アバンドナード。ハンバーグする。野郎が。お、宝石くれた。あ、あれはあいつか。で、ハーブを1個くれたから、だいぶ空いたな。さあ、そうか、鍵のかかったタンスとかあったね、そういえば。まあいいや、いや、ちょっと待って。あっちの方がさ、なんか、あ、これ別鍵か。これ別鍵だね。じゃあいいや、ここ、取ろう、普通に。金塊、いくらで売れるんだろう。手に入れたことあるっけ。で、てかマジでさ、どこ行くの。ここで、で先っす、あそこも鍵がかかってたね。そういえば、あれ違う、で壊せんのか。あ、でハンドガン、あ、でこれか、懐かしい。で宝石ってことね。いや、やっぱ宝の地図だと全然便利だな。っていうか、どこへ行けばいいんだ、そもそも。ここに敵がいたってことは、そのまま戻っていけばいいのかな。とりあえず金だけ拾おう。で戻ってどうすんのっていう話もあるけどね。まあ一応ちょっとお仕事屋さん、救急スプレー売ってんな。いい子買っちゃおう。ウィーンガチャ。さあ、そしてこれなんだ、なんで逆さになってんだ。いや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 、戻ってきちゃってるけど、マジでどうすんだ。次の目的地っていうのが分かんねえな。あ、やっぱこっちの方か、中間地点。あれ、なんだ、なんで敵めっちゃ復活してたんだ。俺みたいに戻ってくるやつを待ち構えてたのか。ここは単にショート化ができたっていうことで、まあいっか、ちょっと帰ろう。で、上に登って、多分こっちか。じゃあ、あ、なんかある、害虫駆除。あ、ネズミか、3匹か。だったらまあありかな。じゃあネズミ他のとこにもいたよね。いけ、ヘビがいる。これは別にあれか、生きてる、生きてない。ヘビの像、意味ありげだな。あの、つけてる仮面が。は、ここは食堂、指示指示。え、なんだなんだこれ。あ、ハーブがある、ありがたい。え、何すんのこれ。座れる。チンチン。てかって、敵が出たら嫌だな。なんか座らせるんだな、多分。あなたの任務っていつもこんな感じ。Well, yeah. But I'm not used to having such good company. 書いてある。女性はここに座らせるんだな。で、男性はここか。これ超一般な。ワインがある。ナイフ3本、フォーク2本、スープ1個。スプーン、スープじゃない、スプーン。食い物はなし。ナイフ、フォーク、スプーン。こっちなんかあるな。ナイフ、フォーク。あ、ここ、自分が座るか。
食い物とかはなかったよね。グラス、ナイフ、ナイフ、フォーク、スプーン、ここでいいんじゃん。Have a seat. Okay. 座ってくれとか。で、俺どこだ？ここか？ゲッ！Leon. Looks like we figured it out. 当たりを引いたなって言うけど、なんか嫌なんだけど。これどうすんの？あ、オブジェか。なるほど、オブジェ3つだよね、多分。あ、ネズミ。あ、ここにネズミがいるんだっけ。こっから見えるところか。ネズミはちょっと排除しときたい。ネズミの位置とか載ってないのかな。大廊下から書庫って書いてあったから、場所はあれか。まあ、ここに3匹いるとは限らない。で、これ多分2つくらい外れてるもんね。首のないぞ。あー、3つか。じゃあ次どこ行くんだ。ここになってんな。あ、ここになってるけどさ、どこで手に入るんだ。とりあえず1個だけはめてみる。1個はめれば先へ進む。あ、上あんじゃん。とりあえず破壊しよう。ライフル、てか今武器ちょうだい。1個しかない。圧倒的弾不足。ナイフも今あれキッチンナイフか、多分ショットガン。基本的に割とないやつはくれるからな。ライフル。あー、こっち行けんな。なんだこの粉みてえなの。どういう現象。まあいいや、こっちから行ってみよう。え、なんか超嫌なんだけど、あの鎧のゾ。え、防弾チョッキの代わりにならない。確かに戦えないけどね。いや、アシュ、お前来てくれ。鎧連れてかれなくなるからね、ハーブ。いや、この鎧マジでなんか怖え。動き出しそうなんだけど。あった、小さなかゲット。このでも鎧なんて戦ってもさ、銃弾の無駄だよね。怖っ。あ、ある。で、絶対やだ。待って、騎士の間どこだ。上か。狙えるときにちょっと狙っておきたいな。あそこか。よし、下へ降りろってこと。アシュリー大丈夫か、ここにいて。アシュリーは多分降りれないよね。行くしかない。取ったらなんかある。どうだ、鎧が。おいおいおい、冗談だ。どこだよ。あ、こいつらか。あそこを狙えってこと。蹴れる、これ。蹴んの。蹴った、痛そう。痛っ。今日マジで切ってきた。これはやばいだろう。で、蹴って先行手榴弾がやっぱり欲しい。ないよ今先行手榴弾。最悪。先行手榴弾怒っててくれ。ライフル、あ、なんか、あ、これを、ちょっと待って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 、いや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 、危な。やっぱちょっと倒してからじゃないと無理だな。ショットガンか、ハンドガン。まあ、武器を置いといてくれるのは助かるんだけど、強化手榴弾、素材 L、 あ、作れってことだ。
先行手榴弾はこれか。でも装備しよう。でちょっと敵がどこにいるのか。はい、消えよう。おお、ふう、スピネル、スピネル。でちょ待って、まだいんの？それはね、聞いてないよ。危ない。で、蹴って。えいって何？え？カンテラの炎？ちょ、もう一個作ろう。あ、作れない。あ、作れる。でも装備しよう。バーン。あ、一応カンテラ投げてくれんだ。まだいるよ。あ、ええ。あ、ちょっと待って、後ろから来てた。え、いっぱい、ちょっと待って、いっぱいいるんだけど、今度。Go to hell, you rusty piece of shit. とガラクタ野郎が。で、ちょっとこれ先に食っちゃおう。まあ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 の回復量。あ、蹴れる。カンテラの炎で行って、すげえ食らう、やっぱり剣だから。お、壊してきやがった。蹴る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 。で、アシュリーなんとかしてくれ、もう一回。いや最悪、逃げろ。あそこになんか怒ってんな。ちょ待って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 、多い、3体は多いかといって、あと1個しか作れないんだよな、ガンパウダー的に。先行手榴弾、いやちょっといいや、使っちゃおう。ボン、こいつは地毛倒す。いった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 、最悪当たらんよ、こいつ後ろにいるから。ドンってやったところを、くそめんどくせえやつだな。かといって強化手榴弾はまだ使いたくないからな。ちょっと振ったところ、ほらほら、はい、あともうちょっと打ち込むしかない。どうだ、もう一回蹴るか。気持ち悪い。Hey, are you okay? Yeah. ああ、 Nighty night. Nights. Skills. You sure you're all right? You're not burned, are you? やけどはしてないけどさ。Thanks for your help. いや、スピネルだらけだな。あとどっかになんかあった。あ、ここに先行手榴弾があったじゃないか。まあ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 、1個残ってたということで、ハンドガンもゲットして、これは2人でやるのかな。アシュリー、 OK、 ちょっとアイテム取り逃してないよね。一応地図見ればアイテム出るかな。大丈夫。あ、で騎士の間から、あ、ここ、それでここに出てくんのか。なるほどね。あれ、ネズミ、これこいつは大丈夫、このな、鎧不審なんだけど。まあそう思うよね。なるべく早くこの鎧ゾーンから逃げ出したい。でここに戻ってきて、ちょっと一回セーブしよう。さあそして上行って、さっきは右側に行ったから、今度左側の扉へ行こう。こっち
結構広いな、絵画の間。なんか音するしさ。一応ちょっとショットガン弾込めとこう。7発素材 S。 あれ、これって多分こっから戻ってくんだな、きっとショートカーで。なるほど、 OK。 ここはどうする？なんかいきなりガチャって下に行きそうだけど、まあ走るだけ走るか。ほらね。あ、またあいついんのかよ。ダメだ。しかもいっぱいいるかどうかは分からんけど、あいつがいるとまず頭痛するから。あ、お前ちょっと待って、いつの間に。あ、できなかった。ちょっと待って待って待って、頭が痛い。いって最悪。気ばつきっていうの、消えろ。で、蹴ってこいつ。あれだな、頭かぶってんな、なんか頭痛い。先に仕留めるか。そう、あー、そうか、きっとあれか、やつを排除しない限り。どこだ？あ、上か。どうだ？よし、倒した。多分倒した。降りてきてんな。なんかすげえいっぱいいるよ。お前はそのまま這いつくばれ。ちょっと痛い。すげえ食らうな。邪魔だ。当たらん。いや、危ないって言われてもさあ。とりあえず、あ、ちょっと待って待って待って、これを投げたいのよ。ちょっと待って待って待って、ドン。こいつには当たんねえ。ほら、ちょっと弾がなかった。ちょ、待って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 、アシュリーから離れろ。ちょい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 、アシュリーが食らったのか。おお、くそ、もう使うしかない。もう消えろマジでこいつら。あ、全員倒した。ショットガンの弾がマジでなくなるわ。あそこハーブっぽくない？これ、赤と混ぜよう。あ、ここにも先行シールドあんじゃん。で、ガンパウダー、あ、素材。他何か、どっからどう行けばいいんだ。よし、ちょっと、あ、これで上に行けるってことね。なんか普通のバイオハザード4の時さ、ここら辺に、あ、でここに戻ってこれる。なんかあれがあった気がするんだけど、ロケラン、ロケランが普通にあって、で、なんだっけあいつ、ラモンみたいなやつに使った気がする。レッドベリル。
ってこうか。こいつの死骸が。だからあとはさっきあそこに落っこってた金を拾って上に戻ればいいんだ。あ、ここにもある。よし、ライフル。あれ、これこんなちっこいのが。でここに青メダリオンがあるな。どこだ。なんかチラッと見えた気がするんだよな。確かにあの上、ちょっと一回上に行こう。こう行ってこう行って、青メダリオンどこだ。もう一回帰りにちょっと探すか。よし、ハンドガン。これ何、これ、こんなとこにショットガン置いてある。ありがたい。あ、今チラッと見えたな。よし、あれ、あと一個どこ。大廊下、あれ大廊下ってどこだ。オブジェゲットして、おお、でかい、これマジでかい、すげえ、全部弾だ。マジかよ。ちょっと待って、最悪、もうこれは最悪。There you go. 使う。ゲー、ほらで、ほら一気にいく。まだ生きてるか、ハゲ、ハゲ頭蹴る。で戻っての、あとあれ何発。お、いいじゃんいいじゃん。 OKOKOK。 で大廊下に青のメダリオンがどこだ。多分シャンデリアのとこにありそうだな、予想。あ、どれだ、あれか。いや違うな。え、違うよね。え、どう、あ、青か、やっぱりこれ。あ、そうだ、やっぱり。よし、これで6つ OK。 あれ、ネズミどこだ。あとなんかここにネズミいそうな気がするんだけどな。今敵がいないから、ちょっと一瞬だけネズミ探し。どうだ、どっかから出てきてないか。金の回収にはなったな。こういうところ、こういうところないか。ここら辺にネズミいそうじゃん。果物とか置いてあるし。いや、分からんな。まあ分からんし、いいや。ネズミってスピネル何個とかだったっけ。まあ青のメダリオンはやったから、え、一回セーブしとく。ちょっと何が起こるか分からんかんね。よし、依頼を2つしました。で10個か、今ハーブ赤がなドロップしやすくなるって言ってもな、微妙なんだよな。マチルダはもうとりあえずいらない。売却で、あ、金塊1万円か、微妙だな、そう考えると。ここで装備入れ替えじゃなくてケースのカスタマイズ、アタッシュケース、素材入れドロップ率アップ、ハンドガンの弾
ドロップ率アップ。あ、やっぱそうだよね。あとこれ手に入れられるんだよね、チャームっていうのが。でチャームはつけてると、そう、なんかいろいろサブ効果みたいなのがあるんで、ちょっとそれはやっておきたい気がするな。あった方が多分有利になるから。今のところはいいや。椅子がめっちゃ転がってんな。まあそれは裏方でちょっと頑張ります。これ適当に使っていけばいいでしょ、ガチャガチャガチャって。あれ、これ鍵だったんだ、立体オブジェ。2つくらいあったよね、使うところ。でもさ、先にチャプター進んじゃうとさ、最悪。またかよ。あ、これでもイベントでなんか、また分断させられたんだけど。ん？アシュリー動かすってこと、もしかして。おおおおおお。こういう扉くらいすぐ壊されそうだけどね。斧とかでやったらもうすぐでしょ。今度は逃げない。レオン救出。ちょっと待って、これ大丈夫？一回アタッシュケースにしよう。というところで、じゃあちょっと一回ここで中断したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。